地域群の視聴者層って どういう感じなの？どういう感じ？どういうその性別とか。ああ、性別どうなんですかね。でも男の人ならでも多いっすよ。多分多いんや、やっぱ男は。パーセンテージが見えるですけど。なんか俺ニコ生やっててなんか地域群のところはなんか、はい、ママが多いからちょっとお前変なこと言ったら叩かれるから気をつけろみたいな、ちょっと忠告受けてんけど。叩かれないっすよ。叩かれない、そう。まあなんか、ちょっと地域の視聴者にも不快のないように頑張ると思ってんねんけど。いやいやいや、全然気にしない。話したりすると女の人多いっすけどね。あ、そうなの？メンバーさんとかと、うん。話したりしたら。あ、そうなんや。面言でなんかやったりとか、うんうんうん。多いっすね。おー、いいね。ちーママっすか？ちーママ。ちーママ。使っていこうかなと思って、ちーママが多いんで、ちょっと。ちーママ作ろうかなと思っても、自分も。逆に。あ、逆に？何していこうかなと思って。ちーママええやん。なんかでもいいよな、こう、見守ってくれる、みたいな、そういう視聴者が、なんかこう、いいよ、強いよ。強いよ。いや、もうなんか俺なんかもうね、配信したらこう、すぐ荒らされるというか、なんか、意味わからん連投でね、もう今もそのツイッチの方がね、なんか、お前も今すぐ抜けて、ぬらに譲れ、つって。なんか、CR 辞退しようって書かれてるから、俺。やばすぎ、ね、いてもいいよね、俺。辞退しろ、あいつやばいっすね。ひどいよな、こいつらな。辞退しろ、やばいっす。ネタで言ってるんだけど、全員。なんか、だからちょっと、ね。自分のガチ恋勢、女の人じゃなくて男の人ばっかなんで。結婚してくださいって来るの男の人。あ、そうなんや。じゃあちょっと、俺がもらっちゃおうかな、ちゆきくんは。逆に。ああ。